皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日はこちらミューミューの、クラッチバックロングストラップ付きをご紹介したいと思います。で、商品の方はこちらのクラッチなんですが、まずご紹介させていただきたいのはストラップが2つね、ロング、それもロングで2つ付いてるっていうことなんですね。でこれかなり長いんですけど、110センチっていうことで、斜め掛けをすると私だとこのぐらいまで長さがお尻のあたりまで来ます。でこちらもちろんこっちの、チェーンの方をね外していただいて、このブラックのみで使っていただくっていうこともできますし、両方外してクラッチのみで使っていただくこともできます。今これちょっと外してみたいんですが、こういう感じでクラッチだけでこちらも外れますけれども、こういうふうに持ってクラッチバッグとして使っていただけるので、全部でロングレザーストラップとこのチェーンのストラップとクラッチのみで 3way のバッグになります。こちら一つでね、この3通りの使い方ができるということで、かなりお得感があるバッグだと思います。でこれからのねパーティーシーズンなんかには、これもちろんクラッチとして使っていただけますし、普段のね使うにはこのレザーストラップ、あとちょっとねパーティー用でも可愛らしい感じの格好の時には、こういうチェーンでね、このゴールドのちょっとゴージャス感のあるチェーンを使っていただくのもいいかなと思います。でロゴがねミューミューロゴいつものにありまして、ここ開けやすいようにこういう取っ手がついてます。ここでこういう感じで開けれるんですけども、開閉がねこういう風にすごく楽な開閉です。で真ん中のここのところにちょっとメタルプレートありますけれども、ここのポケットと反対側にももう一個ポケットがついております。大きさの方は、25センチ16.5の間違い 1.5 から2センチぐらいになってます。でお色の方の結構展開がありまして、こちらのネロのお色、あとグリシーネっていう薄いパープル系ですとか、オーキッド、ピンクベージュ系、あとグラナトっていうレッド系なんですけれども、今ね今年秋人気の、ボルドー系のレッド、ちょっと濃いめのダークレッドになります。そして黒も、定番のシルバーのお色と、大人気フクシアピンク、あとオルトラマレっていう濃紺の、濃いネイビーの、ね、お色のものとの展開があります。結構お色もいろいろありまして、お値段もお手頃なので、色違いで揃えられる方もいらっしゃるっていうふうに聞いてます。本日は2つのロングストラップがついて、とってもお得感のあるミューミューの 3way クラッチバッグをご紹介いたしました。それではまた。